はい、こんにちは。今日もこちらのリーバイスの年代を見分けていきたいと思います。ここ最近リーバイスの動画ばっかで申し訳ないんですが、所有しているヴィンテージリーバイスを改めて調べてみると自分の知らなかったことがたくさん発見できたので、それが楽しくて最近はリーバイスの動画ばっかになっております。もちろんそのうち普通の洋服の動画も上げていきますので、その時もぜひよろしくお願いいたします。ということで、こちらに写っているデニムの年代を調べていきたいと思います。話の冒頭でフロントスタイルを出してしまって、今バックスタイルを写しているんですが、パッと見の印象は色が意外と残っているところと髪のパッチがついているというところです。で、こちらがフロントのアップでございます。で、注目したいのがフロントボタンの色味で、銀色ではなく同褐色でございます。同褐色のボタンですと防縮加工がされた505系のジッパーモデルのデニムが多いです。防縮加工をすることで生地の縮みはもちろん、ファスナーの歪みにも効果があったそうです。ただ 501XX なんかは今では考えづらいことですが、デニムを履いたまま水に入ってわざと自分の足のシルエットに縮ませるという文化があったそうです。話はそれましたが、同化色のボタンなのでこちらは505系のデニムであることで間違いなさそうです。で、年代判別をする上で注目したいのがこちらのセンターループのオフセットのディテールでございます。オフセットですと54年あたりから62年くらいまで見られるディテールです。髪パッチはこんな感じでギャラなしでございます。で、パッチにうっすらと55と入っておりますので、形が 551ZXX で間違いなさそうです。 551ZXX は先ほど申し上げた505系の前身モデルで、1950年代中期にリリースされたモデルです。で、ギャラ入りは55年から62年くらいまで見られるディテールなので、このデニムは1962年以降に製造されたデニムだということがわかります。で、501ZXX と 551ZXX の違いは、先ほど申し上げた防縮加工の有無で、形が501よりやや細身で裾に向かってテーパードが効いているという点でございます。で、551ZXX は当時競合ブランドのリーやラングラーはタグによく書かれているサンホライズドという防縮加工を売りにしていて、第二次世界大戦が終わった1950年代以降のアメリカはジーンズがただのワークウェアではなくファッションアイテムとして認知されたことで、縮みづらいデニムやファスナー付きのデニムの需要が高まったと考えられます。で、そこで誕生したのが 551ZXX というわけでございます。で、こちらがっつりリペアが入ってるんですが、どうしてこういう傷が入ったのかを想像するのも面白いと思います。で、話は戻りまして、ギャラなしの紙パッチとセンターループオフセットということで、通常ギャラなし紙パッチはオンセットであることが多いです。しかしこのデニムはギャラなしのオフセットなので、1962年前後のギャラありからギャラなしに変わる移行期である可能性が高いです。で、ファスナーは以前紹介した 501ZXX のカーパッチで使われているグリッパの角型を使用しているので、年代的に60年代でも初期である可能性は高いです。もちろんウエストには V ステッチがつきます。で、ボタンの刻印は K です。コインポケットはこんな感じで耳なしの仕様でございます。で、磁石はこんな感じで同褐色でも磁石はつきます。ポケットのリベットもこんな感じでつきます。で、ギャラあり紙パッチからギャラなし紙パッチに変わる上で大きく変わるディテールがこのポケット裏のリベットのパーツでございます。
で、前回紹介した 501ZXX のポケットラのパーツは鉄でございました。ほぼほぼギャラリー寄りのディテールだったので、今回こちらの 551ZXX はアルミ製のパーツを使用してます。で、紙パッチギャラなしは63年から66年あたりまで製造されていて、後期の66年あたりは隠しリベットが廃止されるので、こちらのデニムはギャラありからギャラなしに変わる後期に作られたデニムで間違いなさそうです。同褐色のボタン裏もこのように磁石でつきます。で、こちらのアルミのリベットはどんなに磁石を近づけてもくっつかないです。お伝えしたディテールから先ほどと重複してしまう部分もありますが、ギャラなしの紙パッチとセンターのオフセット、グリッパージップの角型、アルミ製のリベットと隠しリベット、そのあたりのディテールから1962年から63年のギャラなしからギャラありに変わる移行期に作られたデニムであることで間違いなさそうです。で、隠しリベットはお伝えした通り66年あたりに廃止されます。代わりにバータックと呼ばれる貫抜き止めを採用します。以上です。最後までご覧いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。